桜川島壁は茨城県桜川市にある重要伝統的建造物群保存地区。桜川島壁町真壁の一部約17.6ヘクタールの範囲である。桜川島壁は戦国時代の真壁城に付属した集落が起源となっている。江戸時代に入ると笠間藩の一部となり新壁陣屋が置かれて発展した。真壁城は 江戸時代に廃城となったが、近くに大きな町がなかったため、経済や文化の中心地として新壁は発展を続けた。1837年の大火によって、それまでのかやぶきや板ぶきから陣屋が、瓦ぶき、商家が、店蔵や土蔵に移り変わった。明治になると店蔵や土蔵の建設が最盛期となり、大正に入り、筑波鉄道が開通し、 マカベ駅が開業すると出し桁の目立つ2階建ての町屋が普及し、昭和初期には洋風建築の建物も建設され、多様性に富んだ町並みが形成された。こうした時代の特徴を示す建物が少しずつ入り混じった町並みが特徴的であったが、昭和後期になると建物の取り壊しが目立つようになったため、平成に入ってから町並みを保存する活動が始まった。 1994年に、マカベ城跡が国の史跡に指定され、その後短期間で建物の104棟を登録有形文化財に登録した。2005年の市町村合併後も町並み保存の活動は続き、2010年6月29日に重要伝統的建造物群保存地区に選定された。地区名称、桜川市マカベ種別。 在京町選定年月日、2010年6月29日選定基準、伝統的建造物群及び地割が良く球体を保持しているもの面積、17.6ヘクタール。ありがとうございます。